ウクライナのマリアル国防次官は2日、キーウ州全域が侵略者から解放されたと宣言し、首都キーウを含むキーウ州の全域をロシア軍から取り戻したと発表しました。ウクライナ軍も3日、キーウ州北部のプリピャチやベラルーシとの国境付近を奪還したと明らかにしました。こうした中、ウクライナ検察は過去1ヶ月間ロシア軍に占拠された キーウ郊外のブチャなどで民間人410人の遺体が発見されたと明らかにしましたウクライナのクレバ外相はブチャでの虐殺は意図的なものだなどと非難し G7 ・主要7か国に対して原油、ガス、石炭の金融など追加制裁をロシアに課すよう求めました。これを受け、e、ヨーロッパ連合のミシェル大統領は3日 ロシア軍による残虐行為に衝撃を受けたと非難し、追加の制裁は間もなくだと述べました。ドイツやフランスの政府もロシアへの制裁を強化する方針を示しています。